静かにしてもらえませんか。瞑想中ですので。うるさーい。いいかに諦めろよ。じゃあ海賊なんだから仕方ねえだろ。ちくしょう。昇進の乙女にこんなものつけやがって。なんで私だけ捕虜なんだい。バルカス、うるさいぞ。捕虜の分際で騒ぐでない。バルカス、聞こえてんでしょ。バルカス、許してくだされ。ルージュ殿、部下の手前こうするより仕方がないのです。しかしあなたに対する思いは変わりません。いや、むしろ一層深まっているぐらいです。なぜなら愛は障害があるほど燃え上がるものなのです。失礼します。なんだ。はっ、本国から伝令が入りました。何？女王様からか。ガッシュ副長。あ、これからはルージュ殿も女王陛下レナ様の大事なお客人であるぞ。はい。ルージュ殿には何かと不自由な思いをさせてしまいましたが、どうかこのバルカスに免じて許してくだされ。今さら遅いってんだよ。あれが我が大勲城だ。あの塔は何？あれは飛竜の塔といって、大空雲国の守護神が祀られている聖域じゃ。ルージュ殿、大空の眺めはいかがですかな。お宝はたんまり眠ってそうだね。レナ様の前ではくれぐれも粗相のないようにな。何がこちとら生まれつき粗相の塊だ。こういうところでは無礼があるとすぐ首をはねるらしいですよ。女王陛下、お客人をお連れしました。ご苦労様でした。ピックようこそ大勲城へ。レナです、よろしく。はあ、お招き、ブリッツ。
知っての通り、この惑星は4つのクリスタルによって調和と安定が維持されてきました。しかし、そのうち3つまでは奪われてしまい、クリスタルを失った国は混乱していると聞いております。このままでは風のクリスタルを奪われなくても、私たちの住むこの惑星は、おのずと滅んでしまいます。で、俺たちにどうしろってわけ？あなた方の力が必要なのです。え？クリスタルに認められた、あなた方の強い力が。でも、私たちにそんな力なんて。あんなスケベなクリスタルに認められた覚えなんかないぜ。冗談を言っている場合ではないぞ、ブリッツ君。あなた方が望めば、クリスタルは必ず力を貸してくれるでしょう。ちょっと、あたしらに、あのデス・ギュノスとかいう奴らからクリスタルを取り返せというのかい？デス・ギュノス？この宇宙を司る暗黒神デス・ギュノスのことですか？神だか悪魔だか知らねえが、だいたいあいつら、どっからやってくるかもわかんねえし、取り返しようが。ミド？お前知ってるんだろ？勇者ミド。今からちょうど200年前。僕のおじいちゃんはいろいろな発明発見をして世界に繁栄をもたらした最高の科学者でした。勇者バッツたちと力を合わせエクスデスを倒しクリスタルを守ったのもおじいちゃんです。でもエクスデスとの長い戦いで無理をしたおじいちゃんはすっかり体を壊してしまい起き上がることもできなくなってしまいました。そして間もなく、おじいちゃん！そのおじいちゃんが生涯をかけて研究していたのが神秘の力を持つクリスタルの解明でした。クリスタルは触れてはならぬものじゃった。研究の成果は全て焼き捨てた。あとはわしの死と共にクリスタルを制御する術は天国へ持っていくことにしよう。そう言い残しておじいちゃんは旅立ちました。ところが、類いまれなる知識を持つシドよ、お主の脳髄もらい受ける。クリスタル制御の術が詰まった脳髄、このまま朽ち果てるのは惜しいからぞ。おじいちゃんになんてことを。お前には用はない。おじいちゃんの脳を取り返すこともできず、僕は殺されてしまったんです。なるほど。それで死んでも死にきれずに幽霊になったってわけか。その時からおじいちゃんの声が聞こえるようになったんです。助けてくれ助けてくれって、あの黒い月から。黒い月ということは、奴らの本拠地はあの黒い月か。ウーソリコンガソレスト引き込み剣を対空。お待ちなさい、バルカス殿。流行る気持ちは大いにわかりますが、いくら鉄の翼でもあそこまで行くのは無理ですぞ。方法は
あります。ん？この大空城の地下深くに神秘の力を持つ飛竜が眠っていると言います。その飛竜の力を借りればきっと黒い月へたどり着けるでしょう。姫、それは危険ですぞ。仮に飛竜の眠りを覚ましても果たして私たちに力を貸してくれるかどうか。わかっています。しかし他に方法はありません。クリスタルに選ばれし飛竜と共に遥か天空に飛び立った。リナリーナ、大丈夫じゃ、お前ならできる。うん、ああ私にやらせてください。え、おい、やめとけよ。とても危険が伴うことじゃぞ。それでもよいのかな。はい。ったく、しょうがねえな。すぐ安請け合いしちまうんだから。知らねえぞ、どうなっても。ありがとう、フリッツ。及ばずながら僕もお手伝いします。あたしは降ろさせてもらうよ。ルージュ殿。そんな危険なことに首を突っ込まなきゃいけない義理はないんでね。そうですか。残念です。せっかくこのようなものを用意したのですが。うわあ、あの、これ、私のために？ええ。やります！私、世界平和のために働きたいと思っていたんです。おお、さすがルージュ殿。共に正義のために戦いましょうぞ。なんだ？敵中です。何？都合よく来やがったな。翼の恐ろしさを見せてくれるわ。野郎ども、行くよ。早いさ。アブダラキオル、キオルマイスナ、ブリザドブリザル、ブレイクバイル、アブダラキオル、サンダラタンダラ、アブダラキオル、キオルマイスナ、ブリザドブリザル、ブレイク、ルン。結界は解けました。あとはお願いします。よし、行くぜ！どうか気をつけて。レナ様も。レナ様、どうされました？大丈夫です。少し疲れただけです。あの三人なら、きっと飛竜を。ウイソリクコソホンナフラチルクアーケーキングラテミネンレテアーケーキナラス。風のクリスタルは地下だ。くっそ、次から次と出てきやがる。撃って撃って撃ちまくれ。天国みたいなところに出ちまったな。飛竜はどこでしょう。あの光は何かしら。ずっと上まで続いているわ。多分地上からの光でしょうね。し、何か聞こえないか。あっちだ。何も見えませんね。気のせいじゃ。黙ってろ。
さあ、きらぐれ聖なる幻獣たちよ、その姿を現しめよ。はっ、おい来たぞ、急げ。フリッツ、気をつけて。大丈夫か？リナリー、従者プリッツ、ご無事で何よりです。うるせえ。見てください。まあ見ろってんだ。お頭、また来たわね。ん？やれやれ。姫、ここは危険ですぞ。ひとまず避難を。いえ、ここにいます。皆が戦っているのですよ、魔導士。はい。俺が見てくる。いや、ちょっと、あ、ちょっと待って。ミドなら簡単に行けるのにね。フリッツ、気をつけて。また少し光ってますね。クリスタルが何かに反応してるのかしら。竜の紋章ですね。リナリ、紋章の上に立ってみてください。
飛竜飛竜ってただの絵じゃねえか。こんにちは、あなた飛竜さんね。え？飛竜？こいつ？つまり俺たちはこいつに黒い月へ連れてってもらうってことが。そうらしいですね。どうしろってんだよこんなチビで。あら可愛いじゃない。可愛くたって役に立たないだろうが、こんなチビじゃ。丸焼きにして食ってやる。いつったら。どうしたの？なんだ。わしの名はラーデビル。その声は。いずれ宇宙の神デス・ギュノスになるものだ。覚えておけ。ガタガタ抜かせな、この出来損ないめ。山田時計、貴様などに用はない。そこの小娘、お前の体内に風のクリスタルが隠されていることなど宣告承知だ。お前に用がなくても俺にはあるんだ。やったぞ。さあ今のうちだ。行くぞ。ふう、弾が切れずに済んだようね。エナ様、これは一体。まさかリナリーが。ああ。ミド。てめえ今までどこへ隠れてやがった。お前がおじけづいて隠れてる間にリナリーは
見ろ、飛竜も怒ってるじゃねえか。フリッツ君見て。何事でしょう。聞こえまする、飛竜の声が。大軍族の守護神飛竜か。あいつらやったんだね。